はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はお家で過ごす時のスタイル、お洋服とかを紹介したいと思います。まあ、やっぱずっとお家にいるのでモチベーションの上げ方とか心がけていることとかも動画にしてます。であと最近ね、 DM でお家にいる時のお洋服はどんな感じですかっていうね、 DM もなんかちょこちょこあったので、私が実際にお家で過ごしている格好何パターンか紹介したいと思います。ということで、家にいる時もやっぱ保湿は欠かせないので、朝起きてスキンケアしてパックをして、今下地を塗ったところなんですけど、最近朝してるお気に入りマスク、これは安定、もう昔から大好きなんだけど、メディヒールのこの保湿潤いツヤハリに効くアクアアンプルマスクってやつ、あとこれファミュのドリームグローマスクで、2種類あって、私はハリーエイジングケアの方が好きで、こっちはね透明でプルンとした感じで、もう一つはなんか乳液みたいに白くとろっとしてる感じのもので、私はこっちのハリーエイジングが好きで、あとオルフェイスですね。オルフェイス、これアマゾンでいつも大量に買ってる。結構このセラミドのマスクの方は夜使うことが多くて、朝こっちの保湿シートマスクと、あと透明感毛穴シートマスク、この2つを結構使っている。あとは今ねここにポツンって赤くなってると思うんだけど、周期で肌がこう荒れて今ね赤みがまだ残ってる状態なんですけど、そういう時はドクタージャルトのシカケアのあの緑色のパック、あれは結構赤みの鎮静効果とかがあるので、そういう時は結構そのマスクを朝使ってます。寝てる間に肌の水分がね失われてるから、朝潤わしてちゃんと一日お家でも過ごすようにしてます。結構ね家にいる時の方が気を抜いちゃって肌が荒れたりとかすると思うんだけど、もう保湿大事だからね、もう保湿だと思う一番は、だから気を抜かないようにちゃんと保湿してます。で家でいる時肌を休ませるのもいいと思うんだけど、私はモチベーションを上げるために軽くメイクもします。下地だけで本当は過ごしたいんですけど、今こう赤みがあって気分が乗らないので、下地をした後にファンデーションする、軽くで。今ね下地だけやっちゃってるんですけど、ランコムのアブソルプレシャスセル UV、 この日焼け止め乳液、日焼け止めなんだけど、あのすごいプルンとして潤してくれる下地なので、こう日中家にいる間とかも、編集してる間とか家事してる間とか、全くこう乾燥が気になりにくくなるから、これをよく使うことが多くて、あと今日結構パソコンと向き合うなって時はビアミネラルのこの下地だけ塗ってる。これはブルーカットの効果とか、空気中の微粒子、周りの菌害からこうバリアしてくれる効果とかがあるから、これは結構外出向けなんだけど、実は家にいる時とかもうオフィスとかにも向いてる。こっちを使い分けてるね。今日はランコムの方を使ってます。でファンデはナーズのクッションファンデ、気になる部分薄くポンポンポンとやる程度かな。これも結構乾燥しなくて、薄付きでも全然気になるとこがカバーされるので、結構気に入ってる。ザーセムのコンシーラーで軽く、まあ、普段はあまりこうカバーにこだわってないんだけど、撮影するのでちょっとカバーしとこうかな。でもう家なのであんまりこうパウダーはたく必要ないなと思ってて、なのでちょっと今この照明のせいでね、照明消してみる。逆に照明消せばそんなギトギト感はないと思うんだけど、あの時間が経せば乾いてってギトギト感がなくなるので、パウダーはしないです。まあどうせ家にいるしね。でもう最近気に入ってるんだけど、このベアミネラルのバンス&ブラーっていうコーラルフラード、クリームチークなんだけど、もうサラッとしててパウダーみたいになるやつなんだけど、オレンジっぽい、これをポポポーンとのせて、モチベーションが上がりにくいんですよね、やっぱり家にずっといると。だからちょっと明るめのカラーで気分を上げるっていう。でもう眉毛は眉マスカラだけアートメイクしてるので、眉マスカラ、ビアミネラルのブロンザーでノーズシャドウ、鼻筋がないとこれもねテンション上がんないので、シェーディングはやらないで、マックのミネラライズスキンフィニッシュで鼻筋とこの辺、目のたるみを少しパッと明るくさせて、でアイシャドウはちょっとキラキラを足して気分を上げたいっていう感じなので、トムフォードのアイカラコードの01番が大好きで、もうこればっかり使ってる。このオレンジラメがめっちゃ可愛い、もうこれだけで気分上がる。気分上げていかないとね、
自分が気分が上がるっていうアイテムをとにかく使ってるかも。でこのブラウンを指で、もう誰に見られるわけでもないから簡単にね、さささっとメイクをする。で締め色とかアイライナーも使わないで、まつげだけクイッと上げる。何なんだろう、このまつげがクッて上がった瞬間、自分の気持ちもクッて上がるんだよね。アイマニアのマスカラでさっさっさってダマにならないように、濃くならないように、さっさっさって。マスカラの CM やるとしたら、まつげも上がれば気分も上向きにみたいな。うん、で下まつげも、下まつげはもう軽くね、全体的に薄いからすっぴんでもリップは明るい色使ってる、気分が上がるんだよね。それで私が一番おすすめなのはこれ、めっちゃ可愛い。よくね動画でもつけてて、ルージュボリュプテシャイン82番で、もうとにかく塗り心地と色の持ちの良さ、あと乾燥しない、いろんなカラーあるのでチェックしてみてください。この私は星のやつ、去年のクリスマスコフレの時に出たやつ、結構このシリーズいろいろ持ってます。これもクリスマスコフレの時に出たやつ、これ結構使ってる、もうすでに83番、ドラメ入りの赤って感じで、まあ、でも最近はちょっと春っぽく82番が好きで、めっちゃ使ってるこれも。あとおすすめなリップは、家で塗るとしたらこれめっちゃ使ってるんだけど、ディオールのアディクトリップグローオイル、これティント効果もあって、これも色がほんのりつく感じで、塗り続ければすっぴんも唇の色がある状態になるので、これもおすすめ。最近使ってるのはこんな感じです。家でメイクする時の心がけてるのは、もうメイクに時間をかけない、だけど気分を上げるために軽くメイクをするっていうのが私の決まり。まあ、プータンもいるしね、家事もやらなきゃいけないし。じゃあまずアイロンをオンにして、で撮影するときは結構巻き髪にするんですけど、今日は別にしないので、やっぱそういうときはポニーテールかお団子ですね。こうアップスタイルにすると、ね、なぜかね、これまた私のやる気スイッチが入るんですよ。今日は簡単にポニーテールしよう。このパサつきがちょっとテンション下がるから、ヘアオイル、かじりちゃんにもらったジルスチュアートのオイルを使ってる。ジルスチュアートの匂い大好きなんだよね。でちょっと横の毛を出して、毛先だけ巻こうか。アイロンしてからオイルの方が良かったね。はい、シンプルにこんな感じでヘアセットして、でここでいつもパジャマをバーって脱いで全裸になって、体重を測って毎日ちゃんと体重チェック、筋肉量とかも測れるので、今こそ家で頑張ろうと思ってトレーニングとかもしてます。あ、インしてた。基本いつもインしてるんですよ。はい、じゃあ今からお着替えします。家での格好、もうちょっと何パターンか今日紹介したいなと思います。今日はこういう格好にしようと思います。やっぱ家なので家事しやすい格好ですね。このざっくり編みニット、これはもうほんと昔に買った、ディフォリックとかで買ったのかな。これちょっとゆるっとしたトップスに、ビエリーで最近買ったこのオリーブカラーのゆるっとしたパンツ、今日はこのスタイルでいこうと思います。あとはこういう感じ、GU の白 T に、パンツはちょっとこういう楽ちんなスウェット、これはどこで買ったかちょっと不明なんですけど、めっちゃシンプルな、部屋着とまではいかないような、このままちょっとスニーカーとか履いて外行けるよぐらいな格好の方が気分が上がると思う。はい、こんな感じ。次、このパンツ履きすぎてめっちゃ気に入ってるんですけど、どっちもユニクロです。トップスはユニクロの 3D コットンなんちゃらっていうトップスで、丈感がねこう短めなんですよね。だからインしなくてもいい、七分丈だから家事がしやすくて、この格好はすごい好きです。パンツはちょっとハイウエストになってて、オレンジのカーブパンツです。すごいこれもゆるっとしてて動きやすくて、本当は今日洗濯しようと思って洗濯カゴに入れてたのでちょっとくしゃくしゃなんだけど、3着目こんな感じ。次、ゆるっとしたワンピース、これはナイスクラップです。去年買ったやつかな。なんかワンピースも自分が気分が上がればいいし、動きやすければいいかなと思って、これ結構着てるんだよね。ミントグリーンのドット柄の、
はい、こんな感じ。バースデーバッシュで買ったロンティーと、さっき着てたリエリーのパンツ、オリーブカラーのパンツ。なんか口んなし可愛いよね、こんな感じ。次、でいつかの動画で確かこの格好してた気がするんだけど、最近買ったこのチコのこのフリフリとした薄手のこうリブトップス、これにもう4年前ぐらいのかに買ったやつだから、どこのかわからないんだけど、確か韓国通販で買ったやつ。スリットが入っててとっても動きやすいんですよ。でやっぱね、こう腕まくりがしやすいトップスがいいですね。こう袖がねダボってなってないものとか、そういうのを選んで家事とかパソコンをいじったりとかしやすい格好にしてます。さっきと同じこのチコのブラウスに、スナイデルのセールで楽天で買ったオーバーオール。家のことたくさんやろうっていう時とかは結構このオーバーオール着てる。はい、という感じで、お家でねいる時にずっと部屋着で一日過ごすっていうのもありかもしれないんですけど、どうしてもやっぱ子供がいたりとか、あと家で仕事しなきゃいけないとかってなった時は、どっかで自分のスイッチをね入れなきゃいけないので、私の場合はメイクとか明るい色をリップに塗ったりとか、気分が上がる髪型にしたり洋服を着たりとかして、家事育児お仕事したりとかして、メリハリをつけてダラダラしないように過ごすようにしてます。まあ、せっかくねお家にいる時間が長いので、家のこととかも普段やらなかったこととかもやりたいし、皆さんも今ねすごく大変な時だし、ずっとお家にいていろいろストレスとか感じてる方も多いと思うんですけど、なるべく自分で工夫して過ごしてみてください。私もいろいろね心がけて生活していこうと思います。ということで、この動画が少しでも良かったよ、参考になったよと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。